はい、俺です。というわけでね、今回も2を2ということでね、やっていきたいなと思います。まあ、今回も、両国の霊石炭ということでね、やっていきたいなと思うんですけれども、前回とかね、前々回とかっていうのは、まあ、よく落とす、ドロップするかなっていうモブだとか、ミッションでね、こう周回すれば楽だよとかね、そういうお話だったと思うんですけれども、今回ですね、その、ドロップしやすい、装備の数値だとかね、そういうところに、お話を持っていきたいなと思います。まあ、こちらのね、ステータス、見ていただければわかるんですけれども、まあ、私がやった体感なので、皆さんがこう、ね、言ってね、これじゃ出ねえなっていうのもあると思うんですよ。正直な話。でも俺の場合はこれでも結構出やすいので、一回に、まあこちらのミッションで一回行ったら、まあ確実じゃないですよ。一回行って一個二個出ればいい方。一回行って一個二個出ればいい方なんですよ。で、出ない時もあります。それは絶対あります。なので、確率的にはいい数値になりましたってことなんですよね。で、まあ装備のね、種類なんか別に何でもいいと思うんですよ。この装備の特殊効果の数値を見ていただければ、ここに近づけれればいいと思うんですよ。まあ、あとステータスはね、パーセンテージのやつでバーって出しますけど、こちらの数値、まあ、全部じゃないしろ、ドロップ率だとか、そういうのところだと思うんですよ。で、そういうのを上げていけば、まあ、ドロップしやすいってことが分かったので、まあ、あと、ライブ配信でも、そういうドロップのね、検証とかやってまして、まあ、リスナーさんからとか、いろんなアドバイスを聞いたりとか、まあ、私もね、こう、じゃあそれを聞いて実践してやってみた。じゃあこうなりましたよっていう結果なので、これをやってみて確実にドロップするっていうわけでもないので、まあ、ドロップ率っていうのがやっぱあると思いますのでね、その辺を踏まえて、考えてね、作ってみてはいかがでしょうか。というわけでね、今回はこれまでにしておきたいと思います。よかったら、チャンネル登録や高評価。ね、そちらの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。